クリアデータをセーブすることで周回プレイをすることができます。周回プレイではクリアデータを引き継ぎ、ゲームを最初から始めることができます。また難易度に熟練者が追加されます。難易度の調節、まあそれはいいかな。難易度ね。周回プレイに向けてクリアデータの引き継ぎを行います。悪魔全書デビルアナライズ、プレイログ、合体制限の解除は自動で引き継がれます。さらに、バローズアプリ、前スキル増設と仲間スキル増設も引き継がれます。また仲間はデジタルデビルサービスのカードに添付された仲間のみ引き継がれます。その他のデータは引き継ぐかどうかを任意で選ぶことができます。転生リスタート、レベルアプリポイントマッカ装備アイテムを引き継ぐ転生リスタート、自動で引き継がれるもの以外は何も引き継がない新生リスタート。どちらで周回プレイを行う？あ、選べるんですね。いや、これはね、転生していきましょう。手塩にかけたね、悪魔は使っていきたいですよね。じゃあ、セーブ分けておく必要があるかな。じゃあ、やっぱりね、最終、ラストバトルでね、レベルが上がったのは、引き継げないよな。悪魔全書に登録できないもんね。主人公のレベルは引き継ぐけど、まあ、その他はダメだな。どうしようかな。ちょっと尺的にね、多分中途半端だと思うので、このまま2周目を始めていきたいと思います。あ、なんかね、セーブデータの上に星がつきましたね。あれ4つあるの？ロー、カオス、ニュートラルの3つだけじゃないんですか？あ、待って、4つあるんですか？まあいいや、ちょっとやっていくしかないな。わかんないな。ロー、カオス、ニュートラル以外にもエンディングがあるの？地の塵の中の眠りより目覚む。獅子の方向が大足を打ち消した。これって何だったんだろう。結局角は天を貫き、惑星を地に落とし、踏みにじる。これ全くピンとこないんだけど、今聞いても。この冒頭のセリフって何だったんですかね。そういえば思わせぶりだけど。ほんで、多分ね、ストーリーの進行はしばらくね、今までと変わらないと思いますので、カオスルートに今回はね、向かっていきたいと思います。なので、そこまではね、飛ばしていこうかな。そういえば、ここは何なんですかね。爆炎の東京ですかね、これ。砂漠の東京と爆炎の東京ってことかな。やっと来たか。これで俺も姿が持てる。このワルターは別の世界のワルターということなんですかね。俺はここで戦いながら、お前が来るのを待ってたんだぜ。平行世界のワルター、なんだっけ、なんかホワイトメンが何番目の息子とか言ってましたね。あれか、あれと何か関係あるんですかね。俺のことは覚えているよな。ここはやっぱり砂漠の東京なんでしょう。このね、頭は何なんだろうな。この頭何なんですかね。アキュラ像の頭というわけではないよね。来てくれた。ああ、そうだ。この女の子。この女の子何だったんですかね。なんかほんと最初の方に出てきて、もう全く出てこなくなってしまいましたよね。私を蘇らせてくれる？いや、全くストーリーに絡んできませんでしたね。別のルートだと出てくるのかな。スティーブンといいね、この白い女の子といい、全く何だったのかわかんない。まとめてイベントをスキップしていくことができないので、こんな感じでね、早送りして、進めていきましょう。まだね、ガントレット持ってないから、とりあえずね、ガントレットの儀式に行く必要がある。ナバール、あなたのせいで私たち嫌われたみたくってよ。ちょっとね、前回プレイした時と別のね、選択肢を選んでいこうかな。ぐねえ。まあまあ兄弟、俺が代わりに教えてやるよ。兄弟。ワルターはペペチの名前を伝えた。ああ、お金もそのまま引き継ぐんですね。そんなこと書いてあったっけ。
お金があるならいいや。すぐにじゃあ悪魔召喚できるんじゃないかな。ああ、実地訓練ね、実地訓練。あったわ、そんなの。今までに味わったことのない雰囲気だ。あの背筋に冷たいものが伝うのを感じる。何の音？待って、あ、まだバローズが使えないんだ。まだバローズ使えません。来ましたよ、バローズ。ハローヒューマン。ハローヒューマン。私はバローズ。ナビゲーション AI よ。バローズも謎だよな。あ、やっぱりまだ悪魔合体が使えない。あ、なるほど。ちょっと待って、DDS にね、登録してある悪魔は、そのまま使えるんだ。そういう感じ？あ、でも待って、悪魔の編成がまだできない。早く悪魔合体解放しないといけないですね。悪魔合体ってどの辺で解放されたか覚えてないぞ。これが最初のエリアスキャンですね。奈落。東の帝国奈落。とりあえずまずは実地訓練のその1達成。確かね、連続して、レベル上がったんだけど。そんなに経験値くれるの？嘘。いや、いいや。どうしようかな。人と、とりあえず魔力上げていけばいいかな。これ、いくつでカンストなんですかね、ステータス。果てしないよな。魔力とりあえず上げていけばいいのかな。あ、初心アプリポイントがすげえことになってる。リセットされたから。オッケーオッケー。じゃあ実地訓練その2も達成。うわ、経験値半端ないんだけど、何これ。2周目だから？うわ、この経験値欲しかったな、アリスとシルフに。今後ももらえるかな。まだ悪魔合体は使えないのかな。というかまだバローズアプリがね、全然解放されてないんだよな。バローズアプリってまだ解放されないんだろうか。あ、された。されました。じゃあ解放していこう。悪魔全書はまだないのか。マイ MP リカバリー。あとデビルアナライズね。とりあえず必要というか、必要。あれ、仲間スキル軽量化。現時点ではここまでしか解放できないんだ。そういう感じだったっけ？ああ、いましたいました。こんなのいたよ。ワイルドハントね。懐かしい、これ。主人公ボコられましたよね、これ確か。覚えてるぞ。これで瞬殺だろう。仇は取った。感慨深いものがありますね。あの時はすごく苦戦したんだけどな。手に入れました。最終実地訓練も達成しました。経験値が半端じゃないんだけど。なんだこの経験値の量は。俺だけ仲間外れはごめんだぜ。いや、この頃はね、まだ全然仲が良かったよな。帝城の屋上へ向かった。いや、本当に。この三人とても仲が良かったのに、どこで道を違えてしまったのか。まあ、ちょっとね、できれば今回で、アリスとね、シルフを、召喚するところまでは行きたいなと思ってるんですけど、どんぐらいかかるかな？まだしばらくかかるんでしょうか？いちいち経験値が高い。なんなのこの経験値。君たちにはもったいない経験値だよ。寝ました。悪魔合体来ましたね。不安だわ。不安って言われてる。問題ないでしょ。悪魔合体来たわ。あ、ここで解放か。よっしゃ。悪魔全書もすぐ即解放されるのかな。邪教の館。あれ、そんな口調だったっけ。ああ、これ説明だからか。結構だ。なんか解放されてる。死亡シーン全応募の合体制限が解除。イシタム、マハーマユリ。あ、これ今までに解放した分がまとめてここで解放されてくんですね。なるほど。長い。悪魔全書閲覧でお金足りるかな。今まで作った悪魔がここからね、召喚することができると思う。どこにいる？まずはね、アリス。まずはアリス。これレベル10になってないな。待って、アリスの前にシルフかな。大丈夫だよね。
前世で作ったシルフ。7万か高えな。シルフを呼んで、次はね、どこだ、アリス。アリス、大丈夫だよね。アリスも高い。お金持っててよかった。あとね、どうしようかな。マリステンもね、呼ぼうかなと思ったんだけど、マリステンはちょっと作り直そうかなって考えてるんですよね。個人的にとてもね、マリステンは好きな悪魔なので、もうちょっとスキルを厳選してつけていきたいなと思ってる。マリステンね。まあ、チャクラウォークを勝利の雄たけびに変えるのと、テトラカーン、マカラカーンはもうちょっといらないかな、お役御免かなっていう感じがしましたよね。後半ほとんど出番がなかったので、使っても使わなくてもという感じだったので、まあそれであれば何かね、別のスキルに付け替えていきたいなという感じなので、まあちょっとマリステンはね、まあ作るけど、ちょっとスキルの構成は変えて作っていきたいなと思っております。こんな感じで。で、ケンタウロスとナパンヤはちょっといらないな。削除してしまう。お金に変えられるなら変えたいけど、変えられないんだよね。楽神は残しておこうかな。よし、じゃあこんな感じで、ちょっとね、今後はカオスルートを目指してやっていきたいと思います。はい、こんにちは。違った。じゃあね、ここからは別撮りとなっております。結構先まで進んできました。四大天使がね、おそらく出るというところまで来たんですけど、ちょっとね、ここから再度録画していきたいと思います。というのもね、結構サイドクエスト、チャレンジクエストが溜まっていて、で、その中でね、今まで見たことないチャレンジクエストがいくつかあったんですよ。ちょっと誤ってね、勢いで一つクリアしてしまったんだけど、まずこれかな。街に潜伏する悪魔を討伐せよ。ホープである。悪魔が城下町に現れた。商店街の近く、パン屋のある通りで目撃報告があった。民衆に知られる前に秘密裏に倒しておきたい。我こそはと思う者は、町の警戒に当たってくれ。以上である。ちょっとこれやっていきましょうか、とりあえず。パン屋に行く必要がある。これね、前回のプレイでは見たことはないんですよね。もしかしたら2周目限定みたいな感じなのかな。あ、じゃあとりあえずね、パン屋に向かっていきましょう。パン屋。全然わからない。喋ってる。なぜ生きていなければならないのか。パン屋の親父が嘆いてる。呼びかける？そっとしておく？呼びかける？いらっしゃい。いや、悪いな。もうパンは焼いてないんだ。パンは焼いてない？パンなのに。いや、表にパンがいっぱい並んでるじゃん。パン屋がパン焼かなかったらおしまいさ。俺はこれから知識を得るんだから。知識を得る。いいか、学問とは虚栄に過ぎず、人間でなくなろうとする努力だそうだ。俺はもっと学びたい。今までできなかった分知りたいんだ。学びたい。ダンタリアン。だから俺は。嘘。知識を得られるんだったら。嘘。悪魔になったって構わねえ。悪魔になっちゃったパン屋が。退治しなきゃいけないんですか。うわ、パン屋の親父、倒さなきゃいけないんですか。テトラカーンか。新しくね、マリステンをね、作っております。まあ、以前話した通りね、作り直しているので、結構扱いやすくなっているんじゃないでしょうか。ダンタリアンって何弱点かな？残とかどう？残属性、あ、ブロック。残効かない。あ、じゃあダメだ。シルフは何もできないな。アンティクトンは効くでしょう。アンティクトンをして、トリスアギオンかな。アギは効く？効くっちゃ効くな。あんまりダメージ入らなかったな。ダンタリアンは突然、パン屋の親父の顔を盾にした。ジュアリスが隠してたことを知りたかっただけなんだ。
ダンタリアンってね、なんかたくさん顔がついてるんですよね。構わず攻撃する、攻撃の手を止める、構わず攻撃する、ギャー、助けてくれ。今回はね、顔スルートなんで悪っぽいことをしていきましょう。あ、何が効く？ジオかな？じゃあ、ザンがね、効かないんであればジオ。あ、ジオ弱点でした。ジオか。まあ、相変わらずシルフはどうしようもないな。シルフはね、ザン系しかできないからな。まあ、アンティクトンして、まあ、攻撃しつつ、敵のステータスを下げる。で、マハジオダインかな。マリステンは。アギ、ブフ、ジオってね、使えるようにしてあるんで、マリステンは。まあ、その代わり、テトラカーンとマカラカーンはね、外してあります。次よ。ラパン屋の親父。悪魔になっちゃったな。まあ、主人公のレベルもね、カンストしてしまいました。レベル99で。ストーリーのね、経験値が高い。何か間違って。知ることがそんなに悪いのか。うーん、切ねえなこれ。あ、パン屋の親父、悪魔は消え去った。先輩の侍が駆けつけてきた。君か、ご苦労だったな。町の者に被害が出る前で助かった。しかし最近こうした事件が多いな。何かの前触れでなければいいが。何かの前触れ。ああ、町に潜伏する悪魔を討伐せよ。達成。経験値半端ないんだもん、相変わらず。という感じで、もうパン屋には誰もいないのかな。ああ、パン屋の親父はもういない。うわあ、この手でパン屋の親父ぶっ殺してしまったわ。確かまだあるんですよ。どれだっけな。ああ、これかな。反乱の趣旨を詰めのだ。潜伏中の悪魔の討伐。ホープである。悪魔が人間に化け町に潜伏している。町の者に知られればパニックは必至だ。秘密裏に倒しておきたい。我こそはと思う者を城下町の警戒に当たってくれ。以上である。やっていきましょう。これも何か悪魔と戦うんだろうな。まだ、まあ、負ける気はしないですね、今の戦力であれば。いや、特に何もないよ。これどこに行けばいいんだ。クエストは受注した状態ですよね。受注中になってる。城下町の警戒に当たってくれだって。今いる場所が城下町なんだよな。ちょっとうろうろしてみようか。あ、待って。町の裏通りっていう場所が増えてる。ここかな？町の裏通り。城下町の脇にある人通りの少ない小道。人気のない場所に怪しい男がいる。追跡する。怪しい男はこちらを見ている。バレてるじゃん。どうやらこちらに気づいているようだ。俺の後をつけてるのは分かってるぜ。その身なりは侍か？誰でもいいや。お前もこの国に嫌気がさしてるだろ。身分だのルールだの、そんなのバカバカしいと思ってるだろ。バカバカしいと思う。ルールは必要だ。ああ、バカバカしいと思う。それなら俺がお前を導いてやるよ。導いてくれんの？革命を起こし、戦いに命をかけるんだ。だがその前に、お前にその覚悟があるか。この俺と命をかけて戦ってみせろ。命をかけて。こいつも悪魔なのか。なんだこいつ。怪しい男は仮面をかぶり槍を高く掲げている。目覚めた奴の姿ってもんにさ。口調も変わるんですね。この悪魔の力でクソな支配を終わらせてやるぜ。初めて見るな、この悪魔。オグンみたい、ペルソナの。オグンみたいな悪魔ですね。この力。オグンだった。こいつこそが国を救う力だ。そうさ、バトルこそが国を救う。だから俺は戦いを教えに来た。真実を伝え、みんなを導いてやるぜ。邪魔するやつはジェノサイドだ。皆殺しと書いてジェノサイド。ジェノサイドだ。オグンっているんだ、メガテンに。
初めて見たと思う。まあ、ペルソナではね、オグンってわかるけど、オグンって何系かな、わかんないな。ルフラインとかとりあえずやっていくか。弱点というか、何が効くのか探っていきましょう。4カレップ。あれ、倒したっぽい。弱。弱かった。歯ごたえなさすぎんだろ。横文字使いたいのかな。みんなを導くため。なんか力を示すような話をしてたけど、何、死んでしまうんですかこの人。死んじゃうの。主人公加減しないからね。殺したっぽい。経験値10かよ。悪魔は消え去った。そこにいるのはお前か。うん、お前か。なるほど、例の悪魔を倒したようだな。さすがは期待の新人だな。またもや先を越されるとは恐れいた。お前のことは一目置いている。この調子で頑張ってくれたまえ。誰よ先輩の侍。反乱の種子積みました。あ、ここの経験値は高いんだ。鉄の句はね、あんまり期待できないかな、装備品としては。そんなところなんですよね。とりあえず気になっていたのは、まあ、他にもね、他にも見たことないクエストあるんだけど、まぁ、ちょっと今すぐやる必要はないかなと思います。まあ、ちょっとね、前回の動画尺が全然足りなかったので、まあ、追加でね録画をしています。まあ、この後ね、新宿村に行って四大天使がおそらく出てきます。で、その後カオスルートなのか、まあ、ヨナタンかワルターかの選択をすることになると思いますので、まあ、次回はね、そこからまたやっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。